本日2021年8月17日日産オーラにニスモが発表されました。動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。本日このノートオーラ、日産オーラの正式な発売が開始されたんですが、それに合わせてニスモモデルが追加で発表になりました。今回はこのオーラニスモを画像多めで皆様と一緒にチェックしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらが今回発表された日産オーラのニスモモデルですね。見ていただくとニスモならではのアンダースポイラーがこう車全体をぐるっと囲むように赤いラインとともに装着されていますね。まあ、これはもうニスモモデルの特徴と言ってもいい、どのニスモモデルにもついているものなんですが、やはりこのオーラに装着されることによって、まあ、もともとオーラ結構スポーティーな印象の車ではあるんですが、なおそのスポーティーさが強調されたっていう感じがあります。さらにこのフロントバンパーやリアバンパーもニスモ専用のものになっているということで、この後で、もう少し詳しく、このオーラニスモが標準のオーラとどういう風に変わったのかちょっと見ていきたいと思います。しかしニスモモデルになって結構こうよりワイドな印象が増したかなっていう感じもありますね。グリルの部分も専用のニスモ専用のものになっているので、まあ、そもそもバンパー形状から、変わってるっていう感じですね。でこの下のグリルの部分なんかも、ピアノブラックとともに、この横のラインが強調されるようなそういうイメージになってますね。この辺いいなと思います。でフロントバンパーのこの下部にしっかりニスモのエンブレムが入ってますね。写真で見た感じこれ立体的なエンブレムになってるんですかね。より高級感が増してると思います。リアデザインももうバンパーももう専用のニスモ専用のものになってるということで、これも、リアにニスモのロゴが入っておりまして、そしてこのアンダースポイラーリアスポイラーが赤いライン でオーラの標準車も同様にこのリアコンビネーションランプが赤いこのテールランプのラインが横にズバッと入っているっていうものなんですが、この横のラインとリアアンダースポイラーのこの赤いライン、これがうまくマッチしていてより引き立ってるなっていうそんな気がします。でフロントのこのボンネットの部分に黒いデカール入ってるんですけれども、こちらは専用のニスモ専用のオプション装備になっていますので、こちらがいらないっていう方はこれないパターンもお選びいただくことができるようになっています。そしてこの専用形状のフロントバンパーなんですけれど、ちょっと標準仕様と見比べてみましょうか。標準はこの感じ、このデザインで、ニスモはこちら。ちょっと角度の違う写真なので分かりにくいんですけれど、注目していただきたいのが、この辺りですね。標準車はこう縦にこう、開口部があって、で、この何て言うんでしょうね、ちょっと段のついている部分が結構薄手のラインになってるんですけれども、これがニスモモデルになると、はい、ここの幅がぐっと広がったの分かりますでしょうか。標準がこの厚さで、ニスモがこの厚さと、もうバンパー形状が全く変わってるっていうのが分かります。でさらにニスモになるとこの、標準車でもここ開口部になってたんですが、ここにですね、ピアノブラックの専用の装飾がされてまして、この辺りニスモなので空力特性なんかをより考慮したデザインになってるのかなと思うんです。この素材のカラーの使い分けがいいですね。標準にはなかった、ちょっとこの角度分かりづらいんですけど、あの標準はここ全てボディ同色になってるんですが、ニスモだとここがピアノブラックの黒色になっています。でさらにここから続くこの、ランプの部分、ニスモの場合はこれは、LED のデイライトの役割を果たしてるんですかね。こちらが標準車だと、フォグランプになっていたんですけれど、この部分も
ニスモになることでよりこう横長のワイドなイメージになっているのがわかります。標準車だとこの、バンパー下部のブラックアウトした部分があまり目立たないデザインになっていたんですけど、ニスモはより、ワイドな、これ先ほどの画像の方がわかりやすいですね。はい、この横のラインが一気にずっと連なったデザインで全然違いますよね。はい、いいですね。このワイド感がぐっと、そしてロースタイルな感じが、引き立つような、そういうデザインになっています。標準車と比べるとこの、なんて言うんでしょうね、バンパーの正面から見た時の厚みがちょっと薄い印象になるのかなっていう、そういう感じもします。標準車と比べて、ニスモがこちらですね。そして、ギアバンパーのデザイン、これもかっこいいですね。まずギアバンパーの真ん中部分に、フォグランプ、ギアフォグがついているのがわかります。こちらはスイッチでオンオフ切り替えができるようになっています。そしてバンパーデザインもですね、これも標準車と見比べてみましょう。標準がこちらで、ニスモがこちらと。でまず一番わかりやすいのがこの、ギアの反射板の部分ですね。オーラ、標準のオーラはこれが縦についていたのが、ニスモは横に入るようになっています。でさらにこのバンパー下部の部分、標準車は、ボディ同色で、一体して一体のものになっていたのが、ニスモになると、下部がブラックになっていて、さらにこの、標準車ではこの反射板が縦についていた部分が、このピアノブラックのバンパー下部と同じ一続きのピアノブラックのデザインで続いてまして、いいですね。このデザイン、このギアバンパーのデザイン結構好きです私。そして、ギアの部分もう一つ、ギアスポイラーの部分ですね、ルースポイラー、ここも、ね、ニスモ専用の形状になっているのかなというところで、標準車の写真ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれど、この辺りの形を特にちょっと覚えててください。これがニスモになるとこの感じ、ちょっとこの辺りがより鋭角のスタイリッシュなデザインに、ちょっとカクカクっとしたデザインになったのかなっていうのが分かります。そうですね。で、この、ルーフスポイラーの一番こう後ろの端の部分がちょっとよりキュッと上に上がってるような、そんな印象もあります。そしてもちろんニスモなので、ニスモのこのホイールも専用のものになってますね。これも、いいですね。これまでのニスモと、やはり近いデザインのホイールになっていまして、基本的にはピアノブラック。で、そして周りにこのシルバーの無塗装のラインが入っている。そんなデザインになっています。でこの写真で、このサイドのスポイラーの部分もわかりますかね。まあ、ここもこうグッと、この、ドアパネルから張り出したような、そういうデザインになっていて、これもいいですね。分かりづらいですけど、標準車のギア、サイドスポイラーの部分、まあサイドスポイラーこれついてないんですけれども、このサイドの部分がこれが標準で、ニスモになるとこういう感じにグッとえぐられた、そして、カラーが使い分けられたような、そういうデザインになっています。そしてニスモモデルは外観も専用ですが、インテリアも専用になっています。もうこれだけ見てもうお分かりの方多いんじゃないかなと思います。F シートがレカロシートに、レカロシートになってますね。ニスモモデルということで、これまでにも、ニスモの専用のレカロシート採用されていた車いくつもあったんですが、このオーラニスモももちろんニスモ専用のレカロシート、専用のレカロシートが装着できます。こちらのシートは、通常仕様のシート、まあ、もちろんこれもニスモ専用ではあるんですが、通常のオーラと、同じデザインのシートがニスモになっているっていうパターンと、レカロシートのモデル、こちら選択いただけるようになっています。で今見てて気づいたんですけど、これニスモモデル、このシートベルトも専用の赤色になってるんですね。
これ今までにありましたかね。新しいんじゃないかなと思います。これいいですね。かっこいいです。テンション上がりますね。シートベルトを締めるたんびにこうバッと赤いラインが入る。いいと思います。そしてこれまでの、ニスモ仕様にもあったんですけれど、ニスモになることによってこのちょっと分かりづらいんですけどね、このピラーの部分だったりあとルーフの部分、ここも通常はオフホワイトの色になってるんですけど、これがニスモだとブラックカラーになっているということで、もう車に乗った後も全体的にこうブラックのスポーティーなイメージを書き起こすような、そういう室内空間を楽しめます。これ実際に座っていただくとルーフとピラーが全部黒で統一されてるっていうのは結構印象変わりますよ。乗っててテンション上がります。でそしてインテリアが変わってくるのはここだけではなくて、はい、こちらシフトレバー周り、ここもニスモ専用、ロゴがついている。そしてスタートストップのボタンだったりモードセレクターのボタンスイッチが赤色になっている。さらにこのシフトレバー周りのパネルがこれカーボン調なんですかね、カーボン調のデザインになっていて、これもいいですね。ちなみに標準仕様のシフトレバー周りはこちらで、ここは木目のパネルになっているんですが、ニスモになるとはいカーボン仕様と。でそしてこのサイドの部分ちょっと分かりますかね、合皮仕様で、サイドステッチに赤と白のラインが入ってますね。こちらも標準車だと、このファブリックの布地のパネルになっていますが、オーラニスモは、こちらの、合皮の仕様になっています。でちょっと引いてみるとこんな感じで、これもいいですね。このわかりますかね、助手席の前のパネルの部分もしっかり、このシフトレバー周りと同じような、カーボン調なんですけど、これカーボン調といっても中にこう赤いラインがこううまくステッチみたいな感じで入ってるんですかね、ただのカーボン調よりもより何て言うんでしょうね、こうスタイリッシュな印象が。そしてここのパネルにもニスモのエンブレムが入ってますね。で、この上部の部分はやはり、ニスモ専用で、合皮と赤と白のステッチが入っている、そういったデザインになっています。このパネルの部分も標準車は木目で布地、先ほど言ったピラーの部分がこういった感じで白くなっているのがニスモだと黒くなっていると。いいですね。ステアリングの部分もニスモ専用のこのセンターマークがついているというもの でプラスこのメーターの中を見ていただくとしっかりこのメーター内のオーラの車両表示もニスモになってますね。芸が細かいなと思います。いいと思います、こういうこだわりは。はい、いかがだったでしょう。駆け足で今日本日発表されましたオーラニスモ見ていきました。標準仕様と比較することでよりこの特別感が伝わったんじゃないかなと思います。残念ながらまだこのオーラニスモ現車はこちらに届いていないんですが、もちろんこの現車オーラニスモの現物が来たら改めて皆様に詳細なチェックをお届けしたいと思います。日産オーラ、さらにベースになっている標準のノートと比べてオーラになった時点でモーターの出力がアップしている、幅が広がってよりスポーティーな走行が楽しめる、そんな車になっていたのがさらにニスモになったということです。もうさらにさらにスポーティー、ぜひこれ試乗して体感私もしてみたいと思っています。楽しみです。皆様もこのオーラニスモ、ご覧いただける時を楽しみに待っていていただければと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでおすすめしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。